皆さん、こんにちは。これから初めてでもわかる反響を呼ぶチラシ反則第1回ポスティングの企画の進め方をご紹介します。私は印刷集客のプラットフォームラクスルにてポスティングなどエリアマーケティング全般を担当している大越と申します。ラクスルでは様々なお客様のチラシ作成とそのチラシを活用した反則であるポスティング、新聞折り込みを担当しています。 その中でお客様へチラシ作成からポスティングまでをより効果的にご活用いただく方法などをご提案してきま、ご提案してきました。その内容を皆様にも共有し、初めての方でもわかるポスティングの方法について3回に分けて説明をしていきます。皆様のポスティングの反響が多く出ることにご協力できると嬉しいです。 ポスティングや新聞折り込みなどによるチラシ反則は特定のエリアに証券を絞って消費者へリーチできるという特性があるため、店舗などを持ち特定の地域でビジネスを展開する方々にとっては有効な手段です。これまでチラシ配布による反則効果は見えづらいとされてきましたが、チラシの促あ反響を測定することで、 投資対効果を測定し、反則活動を運用していくことが最近のトレンドとなっています。今回はその中で人気も高まってきているポスティングについての説明をさせていただきます。初めてポスティングを行う方はもちろんですが、ポスティングを行ったことはあるけれど、反響がなかった経験をお持ちの方などにも参考になる状況が適切、えー、と参考になる情報が提供できたら嬉しいです。 新聞織込みでもご活用いただける情報が多いので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。では本題に移ります。まずはチラシ反則の手順について説明します。チラシ反則は手順1、チラシ反則を企画する。手順2、チラシをデザインする。手順3、配布するエリアを定める。手順4、配布の時期や回数を決める。 の4つの手順で進めていきます。すべての手順を説明すると大変長い動画になってしまいますので、3回に分けて説明をさせていただきます。今回の動画では手順1、チラシの反則の企画の進め方について解説します。チラシ反則での重要な部分となる反響の考え方について説明をします。 これまでポスティングや新聞折り込みなどチラシ反則を実施したことがある皆様、配布したのに反響が返ってこなかったとか少なかったということはございませんでしたか反響を考えるにあたり、まずはチラシを受け取った人の行動について考えていきましょう。チラシを受け取ってから、商材に興味を持って購入や来店、予約などの行動に移すまでには4つの段階があります。 1>, 1、チラシが配布され、2、チラシを見て、3、チラシに興味を持ってくれて、4、行動に移す。この行動の中で、反響を2段階に分けて捉えることが重要です。反響は、行動を移してくれた人だけではなく、チラシに興味を持ってくれた人も反響として定義してください。 チラシに興味を持ってもらえないと行動が取られないので、この部分は非常に重要です。チラシ反則におけるポイントは2点考える必要があります。1つ目は、チラシに興味を持ってもらえ、という行動を起こした方。言い換えると、配布するエリアの見込み客が把握できるようにすることを考えること。2つ目は、チラシ反則のゴール、つまりは、 お客にとってほしい行動がどこなのかを明確にしておくこと、例えば来店するとかお問い合わせをいただくとかになります。ラクスルのデータにはなりますが、反響の一例としてこのようなサンプルがございます。 もので、ターゲットが多い飲食店とかアプリ、ダウンロードなどの例となりますが、チラシ掲載の QR コードの読み込みが0.3から0.5%程度、その中で実際に行動を起こす人は0.03から0.05%、商材の単価が比較的高いもの。 ターゲットとして、えー、不動産とか求人とか少ない、ターゲットが少ないものの例として、チラシ掲載の QR コードの読み込みが0.1から0.3%程度。実際にコードに移す人は 0. か 0. あ、0. 0.1から0.01から0.03%程度。詳細や単価、内容で反響率は大きく変わりますが、参考情報として反響率がこの数字までいかない場合、企画、デザイン、配布エリア、時期、 のいずれかに改善余地があると考えていただければと思っております。次に企画の進め方について説明します。反響を呼ぶチラシ反則はの企画は3ステップで考えていきましょう。まずはチラシで得たい反響を定義します。次に反響を呼ぶための仕掛けを作ります。最後に反響測定の仕組みを 用意します。次のページから各ステップの説明をしていきます。まずはじめに、チラシを見たユーザーにどんな行動を起こしてほしいのかを考えて、チラシで得たい反響を定義しましょう。実店舗であれば、チラシについている紙クーポンの利用してもらう。チラシを見て電話で問い合わせをいただく。チラシを持って来店してもらう。などとなります。オンラインの反響例としては、 チラシ掲載の QR コードを読み込んでもらう。ウェブサイトへのアクセスをしてもらう。アプリのインストールをしてもらう。などです。最近では、チラシに掲載している QR コードの読み込みを計測することで、チラシに興味を持ってもらえた方の割合を計測することが流行っております。次に、興味を持って行動を起こしてもらうために、誰に向けた何のチラシなのか。行動を起こすきっかけがあるか。 ををを明確にしし紙面を落とし込み反響を呼ぶための仕掛けを作りましょう方法としてはお客様の価値を言語化し、チラシ反則のゴール設定を準備し、お客様の行動のきっかけを提供することが大切です。この項目は後ほど実践編として、実際の仮の設定で説明させていただきます。 最後にどうやって計測するかをあらかじめ決めておいて反響測定の仕組みを用意しましょう。実店舗での反響の取り方としては、チラシクーポンを付与する、チラシ専用コードを付け回収時や入電時にアンケートで確認する、チラシ専用電話での受付や来店同期のアンケートで集計するなどとなります。 オンライン反響の例としては、QR コード読み込みの測定、アプリダウンロード数の測定などがあります。大変重要な部分となりますので、改めての説明となりますが、反響を呼ぶチラシ反則の企画は3ステップで考えていきます。はじめにチラシで得たい反響を定義する。次に反響を呼ぶための仕掛けを作る。最後に反響測定の仕組みを用意する。 ステップ2、反響を呼ぶための仕掛けを作る方法については分かりづらい部分もありますので、実例を持って解説します。最初は介護施設、送迎職員募集の場合の例です。はじめにお客様の価値を言語化する。つまりはキャッチコピーを考えます。求人施設、職種が一目で分かるように、 楽する介護施設、送迎職員募集といったように言語化しましょう。次にチラシのゴール設定、つまりはチラシを見て何をしてもらうのかを考えます。求人へ募集したいと思った方が募集のために電話での問い合わせをしてもらうこと、チラシから求人の申し込みのウェブサイトへアクセスしてもらうことのように考えます。 最後に行動のきっかけ、つまりは募集の後押しになる要素を考えて、募集、応募者にとって有利な条件を記載できるように考えます。賞与あり、有給休暇あり、立地条件の勤務しやすい、などとなります。次は飲食店、新規開店の例です。目黒駅付近にラパンやラクスルをオープンするときのチラシを考えてみます。 お客様の価値の言語化では、初級店舗、初級商品、利用シチュエーションが分かるように工夫しましょう。目黒駅、地下、パンやラクスル、オープンキャンペーン実施中、お惣菜パンが充実、近隣の皆様へクーポン持参で名物パン1点プレゼントといった感じが良いです。チラシのゴール設定は、店舗の認知と来店。 知らし添店舗の紙クーポンの利用をしてもらうこと。お客様の行動のきっかけは、来店の後押しになる要素。来店インセンティブとして、紙クーポンの設定し、名物パンがもらえること。来店しやすい環境のアピール。駐輪場へ駅地下などの立地条件。購入しやすい条件の記載。高いサービスの案内などがあります。 3つ目は学習塾、春季講習、受講者募集の例です。お客様の価値の言語化として、中学生、高校生のあなたへ、春季講習実施します。復習と予習で新学期に備えようとし、受験対策ではなく基礎学習力の向上を目指していることを明確にしましょう。チラシのゴール設定は、 春季講習の申し込みや検討のため、問い合わせ、塾への問い合わせ、もしくはウェブサイトにアクセスしてもらうこととします。お客様の行動のきっかけは、2月中までに申し込んだ先着10名で、もし受講料5000円が無料になるといった感じとなります。最後にネットスーパーご利用エリア拡大のオンライン集客の例です。お客様の 価値の言語化は、訴求アプリ、訴求商品のサービス、利用シチュエーションが分かるようにすることを意識し、ネットスーパー楽する、アプリダウンロードでチラシ限定クーポン配信中、といったふうにします。チラシのゴール設定は、アプリダウンロードとアプリ内での購入へ要求をしてもらうこと。お客様の行動のきっかけは、今ダウンロードすると、チラシ限定クーポンがプレゼントされることと考えます。 4つの例を出しましたが、各事業内容に応じてこういった内容を考えていくようにしてください。次回予告をします。第2回は反則に有効なチラシデザインについて、第3回は手順3、手順4に記載のエリアや時期、回数について解説していきます。ぜひ他の回の動画もご視聴いただけると嬉しいです。 最後までご覧いただきありがとうございました。